アラフェスアオパパラです。今日はですね、なんと何だっけ、そうあのクレーターイベント、今やってるクレーターイベントのね、事業レベルっていうのがあるんだけど、事業レベル57から81だったかな81まで必要になるアイテムを紹介していこうと思います。まあね、多くの人はそこまで行ってないと思うんだけど、私自身もね40レベルぐらいで止まってるんだけどなんとね、ラッシュさん、うちのクライアントのね、あのエースラッシュさんがね、そこまでお行きんだったのであのそれを紹介していこうと思います。本当はね、なんか1かな、事業レベル1ぐらいから全部スクリーンショットを撮っててくれて、本当はその時から紹介するべきだったんだけど、まあいろいろあってね、自分がなんかあんまり動画アップできないっていうか、編集する時間ないのと、言い訳ね、これ。のと、途中でアップデートが入ったみたいで、スクショ撮ってた時と、今現在の内容が違うみたいで、まあアップデート後、の57レベルぐらいからのスクショを紹介していこうと思います。ごめんね、説明下手で何言っとるか分かんないけど、とりあえず57から行っていこうと思います行こうと思います。私もね、未知の世界なので一緒に見ていけたらなと思います。では見ていきましょう。こちらが57レベルで必要になってくるものですね。硫黄ネジ、これはよく分かんないやつに、黒い針金みたいのに鉄くずですね。これ見た感じそこまで難しくなさそう。鉄くずを集めるのがちょっとめんどいかなと、ネジかな。まあでも売ってるよね、よく売ってるの目にする、いけそうな気がします。大丈夫、ただチケットやばくない、また16,000チケットってよ。でこれが58ですね。おっと、いきなり見たことないものが出てきた。これ何、アルコール、違うな、なんだろう、わかんないでもまあ いける気がする。 OKOKOK。 では次見ていきましょう。次は79か、59を見ていきましょう。USB をよく買いに来る人に会うから、多分 USB 大事だろう。11路で見つかるんですよ。集めておきます。にしてもチケットの数えげつないですね。私1万チケットならまず行ったことないし、頑張って6,000チケットなんだけど、いつもあ、嘘、1万チケットは行ったことあるわ。でフィルターが出てきた。なんかラッシュさん曰くフィルターが一番つらかったそうですあー、フィルターかーって感じだよね。ちょっとずつ集めておかないと。十字路か、あの石がいっぱい取れるところで取れます。十字路、嘘、赤森か、なんか石がいっぱい取れるところで取れます、では次、これがアルコールか、もう一個のやつエタノールかな、わかんない、なんかありますね。これもどうだろう、携帯が売ってるのもよく見るし、これも大丈夫そうな感じしますね。 OK、 61か、次62になります。てってらたらたらんたったらたんたん、プラスチックって、待って、水水、今 2ペットボトルしかないんだけど、集めとかんと。そうか、水かね、水を大事に考えたことなかった今まで。と、探しとこうあ、またフィルター出てきた。辛いって言っとったもんね、フィルター。これで何、いっぱいフィルター、何個目のフィルターか分かんないけど、また次は6個集めないといけないんですね。でもフィルター以外はそんなに難しくない、よく売ってるもんだし、いけそう、大丈夫。次64、まあ大丈夫かな、どうだろう。このよくわかんない粉とか集めるのが大変、チケットかな、チケットが一番大変ですね、集めるな絶対そうだ、絶対そんな感じするで次は、水出てきた。水と、カメラが大変そうかな。カメラな、でもカメラ売ってるのもよく見るしな。カメラそんな大変じゃないかな。いける気がします。次、66。ディディディッティレッテン。
何この緑の、初めて見たんだけどこれどっから手に入んの。あ、こういうこともあるんだ。わかんない、まあ、いいや、これ無理で次67なんだけど、7をねちょっとね抜かしちゃったからこうやって見せます。鉄の板20、ヘナの5、ヘナの20、アルミの糸4、カメラ8、チケット 18.4 ですね。はい、こんな感じ次68レベル、刀か。でも刀は十字路で簡単に手に入るんで、そこまでこれも苦労しないんじゃないかなと思う。どうなんだろう、 USB が大変かな。刀1個でよかったよねって感じだね。で次69、わ、 USB えげつな、12個もいるんだうわ、待って、フィルターもあるじゃん。69で絶対苦労するよこれ、やばはい、みんな水もいっぱい取っておきましょう、取っておきましょうまた出てきた緑の、何この緑の、やめてよどこで手に入れるのか教えてほしいですね。あ、硫黄かな、あ、どうなんだろう、違うかな、ちょっとわかんないです。私まだね出くわしたことないんだよね。この瓶みたいなやつも出くわしたことないから何かわかんない。どこで手に入れるんだろう。で、なんだかんだ言って次72ですね。あ、また刀出てきた。これ使わずに取っておかないとちょっといけないかな。刀でできましたね。で、ここはまあ刀とこの色みたいなやつが大変。で、次、硫黄が大変かな。あ、まあ次、73はそんなに大丈夫かも。で、74は、レンズが大変そうかな。レンズが大変だよきっと。そうそう。で75は、あー出た、フィルター。そしてタバコ、タバコの使い道全然分かんなかったけど、ここで使うんだね。あー分かった分かった、オッケーオッケー。で、あ、乾電池の使い道分かんなかったけどここで使ったね。ごめん、下がめっちゃ回らないはい、こんな感じです次なんだろう、78ですね。78、あ、出た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 、縦付きショットガン。この縦付きショットガンね、ちょっとね苦戦してた、ラッシュさんが。なんか、まあ、変わったかどうかわかんないけど、自分で作れないし、でなんかボス倒すと一緒手に入るんだけど、スキルありだとダメってことで、スキルなしの縦付きショットガンじゃないとダメで、もういろんなところ走り回って買ったみたいな、買ってもらったというか買ったっていうかお店で買いました。なのでね、スキルなしのショットガンがあったらもしかしたらまあ使えないかもしれないので、あの、うん、スキルなしじゃないと使えないかもしれないので、スキルなしのショットガン持ってたらね取っておきましょう。はい こんな感じかな。これで81まで来ると、まあ、設計図が全部クリアするってことなので、クリアした設計図をね見せてもらいました。こんな感じになってます。最初ね、ここら辺はまあもうみんな作れるんじゃないかな。私もここまでだったら自力で作ることができますね。で、続いて下のところを見ていきましょう。基本的に近接武器みたいな感じなんだけど、私ここで自分が作れる近接武器はクロスボウのみクロスボウしか作れないの。めっちゃまあ強くないし弱くないし、なんだろうね、なんか遠くにいる敵がうじゃうじゃおって一匹だけ呼びたいなってなったら、まあ便利なクロスボウになります。あとここで好きなのはバトルの斧とケペッチュ、ケペッチュが好き使いやすいと思います。はい。で、あとノコギリは使ったことないし、このトンカチもまだ使ったことないな。次使わせてってお願いしよう、クランの子たちに作ってもらいます。ありがとね、いつもで、私があと作れるのはスカウトのジャケットとブーツだけかな。本当に何も作れない、私ダメですね。あと殺菌の包帯もすごい使いやすくて好きです。なんかクランの子がねチェストに入れてくれるんだけど、見つけたらすぐ取って使ってます失礼します、いつもありがとうございますはい、ではね、次下の方行きましょうか。
ほこやりが作れるようになるなんて、羨ましい。本当に目から鱗って感じですね。私っていうかこれね、この設計図はみんなランダムで作れるようになるんですけど、私そんなにいいものまだ出たことない。ほこやりが最初の方に出た人なんてもう涙ちょちょぎれるよってぐらい羨ましいんだけど、本当に。まあ、いいよね。あーで、この中でいいのがなんだろうな。あ、肉のスープとかすごい美味しいです。美味しいっていうか、なんか美味しそうだから、使うとなんか美味しい気分になれて私は好きですね。あと、もう一個クロスボウ出てる。これ強そう。まあ、使ったことないですけど、強い気がします。こんなもんかな。こんなもんだね。あーあと下の、ちょっと名前が隠れて見れない緑の服とか、1個は作れる。多分、上の緑の服は作れます。あと私何も作れないけど、すごいね。放射線予防も作れるんだ。すごいね。なんか新しくまた出てきそうですね。新しい設計図とか。じゃないと、ここで終わっちゃったらもう、クラウンやることなくなっちゃうじゃんね。はい、ではね。では次は、このイベントで手に入れた、アイテム。を紹介していこうかな。じゃあちょっと紹介していこうかなと思います。こんな感じね、プレミアムをね、解禁開催、もうとりあえずお金払いました。もうすごい欲しいものがあって、めっちゃ可愛いものがあるんです。それをね、紹介していこうと思います。リュックじゃないよ。ですね、この、てててててん、模型、めっちゃ可愛い。本当に可愛いと思う。見て。見て。見て、これ。クレーター、さっきまでいた世界の鉄道模型になってるんですよ。なぜこっちの世界にこの模型を飾るのかよくわかんないけど、できればね、できればさっき言った世界でこれを飾りたかったけど、なぜか今回のイベントでもらえる報酬はすべてこっちの世界、普段使うソロプレイの世界でしか使えないものばっかりなので、しょうがないね。可愛く飾っていこうと思います。こんな感じ。あ、でももうちょっと隣の方がいいかな。もうできれば、本当の欲望を言ったら、私の家にレイドしに来てほしいんですよ。それを自分の家を YouTube とかで見たい。来て、おー、なんだこんなに綺麗なお家はって言ってほしいけど、まあ、そう簡単にね、来てもらえないですね。残念なことに。で、これ新しいリュック。なんか、さびれた感じでか、まあ、可愛いって言ったら嘘になるけど、可愛いです。あーで、こっち新しいバイク。カマキリとコガネムシっていうのかな？なんていう？光る虫。すごい綺麗な宝石みたいな虫いるでしょ？あれを合体させた感じ。カマキリと光る虫。うん。で、運転はすごいしやすかったです。このニトルっていうのかな？ニトルっていうバイクだったと思うけど。運転しやすくてカマキリみたいなバイクでした。はい。めっちゃ運転しやすいだよ、本当に。なんか、思った通りに動いてくれるから、初心者とかにおすすめだと思います。で、もう一個の方はね、めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い。どんだけこのバイクに力入れたんですかって聞きたくなるぐらい、本当に可愛い。なんか、荷物いっぱい乗ってるんだけど、横にね、ガソリンの容器、ガムテープで止めたような容器があるんだけど、それ引火したらどうすんのあったって感じで止めてあるんだけど。それもまた可愛いと思って、私このバイクすごいお気に入りです。ただね、さっきのカマキリみたいなバイクと比べたらちょっと運転しにくいかなと思うけど、まあ、世の中、バイクは見た目で選ぶべきだと思う。はい、そんな感じですね。では最後に、ババラとババラ、ババオの記念撮影をして終わろうと思います。ババオがね、あんまり服持ってないんだよね。この種類が少ないっていうか、寂しいんだよね、これ。ちょっとファッションリーダーみたいな感じにしたんだけど、いまいちでした。赤と黄色でマックみたいになってるけど、いいと思います。はい、では皆さんご視聴ありがとうございました。またの機会あったらよろしくお願いします。チャオ、ビーシュ。バイバイ。